ここで皆様に素敵なお知らせがございます。エンミティから今回も素晴らしいアイテムが登場したのでご紹介を、ね、していきたいと思います。エンミティといえば、まあ、ナッパチェラータっていうド定番のやつですね。ド定番の顔、うん、もう触り慣れてるやつですね。もう気持ちいいです。柔らかくて気持ちよくて非常にいいしなやかなレザー、うん、程よくこう皮の厚みも感じるんですけど、はい、なのにめちゃめちゃ柔らかい。もちろんこれはこれで売ってるんですけど、うん、さらにもう一角いい素材のものを BR として打ち出したい、うん、今回は2種類の素晴らしい素材をご用意しました、うん、ちょっと覚えておいてほしいんでね。はい、まあ、左手にこれ持ってもらってもいいんだけど。わかりました。はい、どうぞ。あー全然違う。今これゆきちゃんに触ってもらった新しい素材は、うん、ナッパシルクです。めちゃめちゃ気持ちいいです。表面がツルッツルしてて、こちらの皮よりも柔らかいです。でこれあの通常本当はね 0.5 ミリなんですけど、やっぱもうちょっと丈夫にしたいなっていうところもあって 0.7 ミリという、うん、少しだけ厚くしてもらってこのナッパシルクを作ってもらいました。で今左手持ってるのが 0.7 なんだけど、エンメティに着慣れてる方っていうのは、うん、それが一番標準値だと思ってると思うんです。でこれだとねどうしてもちょっとね薄かったんだよね。あ、柔らかすぎたりとかちょっとね、うん、薄さを感じてたわけですね。通年着たいそんなイメージもあるということで 0.7 ミリのナッパシルクをちょっと作って、まあボンバータイプですね、うん、はい、ファスナーがついてて裾と袖口と襟元とリブになってるタイプです、うんうん、で黒と真っ白、なかなか珍しいんだけど、これ白ですね、うん、これ白いな、うん、なかなかないよね。なかなかないですよ ね, ないよね。という今回は2種類を用意しました、うんうん、なるほど。そしてもう一つ、これも素材ちょっと変えてます、うんうん、ナッパリラマット。はー、ツルツル感で言えば、うん、シルクの方がツルツルしてます、うん、こっちの方が油分が多い感じ、しっとりしてる、肌にこうパンって馴染む感じ、うん、気持ちいい、柔らかい。そして今回は新色としてアイスブルー、うん、アイスブルー、はい、ライトグレーとそこにブルーをちょっと混ぜたような、うん、すごい綺麗な色が今回新色として出ました。でパーツは一応ゴールドとシルバーともちろんあります。そうですね、こちらのナッパリラマットとナッパチェラータ、こちらがゴールドとシルバーを選ぶことが、こちらのナッパシルクはパーツがゴールドのみと。そうですね、まあ、形はこれあの通常の形よりも少しオーバーにしてる、だから今のスタイルにはマッチしてる形だと思うので着やすいと思うんだけど、なんといってもやっぱり色かな。色どうですか、この絶妙ですけど。ドンピシャなのがちょうど本当に帰ってきたばっかりで恐縮なんですけど、イタリアで結構出まくってたのでこの色、うん、1年後のトレンドなので。なるほど、うん、そっか、一歩二歩ぐらい先にっていう人はもしかしたらいいかもしれない。これを買ってぜひ先取りしていただいて、他の人と差をつけていただいてね、うん、ということで今回の予約受注販売なんですけれども、はい、本日からすでに始まっております。2月12日月曜祝日の日ですねまで、この期間に予約をしてくださった方だけが買うことができますので、ぜひ予約をお願いいたします。お届けが6月の上旬から中旬ぐらいを予定しております。ちなみにこれどっかで着れるのかな、うん、もちろん BR ショップにサンプルをご用意しております。ちょっとサイズ感とかね、うん、あとはどの形に似合うんだとか試したい方はぜひぜひ BR ショップに行ってみてください。はい、皆さんぜひチェックしてみてください、うん、はい。